スマギャン七福神。毎週七福神ならぬ七福神にお参り、はい、それぞれの神が司るお力にまつわる企画を展開して、うん、一回りも二回りも大きくなっていこうというコーナーです、はい、今夜お参りする神様は毘沙門天、うん、はい、毘沙門天は俗に戦い勝負ごとの神様と言われております、うん、そこで今夜はスマギャンのチームプレイを試すべく、うん、ナナさんと私が協力し合う戦いに挑みます。 お届けするのはスマギャン的ゲッツーダブルプレイ。はい、今夜はゲッツー一色でいきまーす。はい。スマギャンの鉄壁の二遊間といえば、ナナさんと私。はい。野球において二遊間といえば、チームの核とも言える存在。そうです。そんなスマギャンの二遊間コンビである、ナナさんと私のチームプレイを再確認すべく、うん、飛んできた打球をうまくさばき、見事ゲッツーを取れるのか、という検証する企画にチャレンジいたします。はい、わかりました。ルールは至って簡単です。はい。ここに伏せられたカードがたくさんあります。はい。それぞれのカードには、あるテーマが書かれてあります。うん、そのテーマの土定番を、二人でテンポよく答えれば OK です。はーい。ボールを打つ音が聞こえたら、うん、すぐに私がランダムにカードをバッとめくり、うん、書かれてあるテーマを読み上げます、うん、間髪入れずにナナさんはその定番を答える、はい、続けざまに私が答える、うん、テンポよく答えることができたら見事ゲッツ成功です。なるほど。テーマにそぐわない答えを言ってしまったり、うん、同じ答えを言ってしまったり、うん、テンポが悪く間延びしてしまったら連携ミスゲッツ失敗です。なるほど。はい、即座に答える山手線ゲーム的な感じなんですけど、反射神経勝負だね、これはね。そうです、結構難しい気がするんですが、うん、ちょっと一回例でやってみましょうか。はい、こんな感じです。焼肉のメニュー、カルビ、ロース、アウト。これ難しいわ、大変だわ。瞬間的にだもんね。そうですね、めくってパッて、うわー。じゃあこんな感じで、うん、ま、今のは出たテーマが焼肉のメニューだったので、その定番を答えれば OK でした、うん、テンポよくカルビ、ロースと答えられたので見事ゲッツを取れました、うんうん、テンポが悪いとセーフになっちゃって心配となります。いやー、ちょっとかなり気合い入れていかないとね、はい、頑張りましょう。頭をフル回転で、そうだね、はい、ちなみにプロ野球のゲッツ日本記録は70年阪急、95年巨人、96年横浜が記録した一試合で6個。おー、すごい、すごいね。だったら新記録の7個はね、やっぱり7個目指したいと思います。わかりました。はい、それではプレーボール。はっ。離婚の原因。え、浮気、暴力。せー、浮気、今浮気って思っちゃって。そうだよね。浮気、離婚、浮気以外にあるの？そうだね。あるか。あります、ね。いろいろあるけど。そうなるよね。もう、いきなり離婚の原因がつくから重いよ。カードが。焼肉とかそういうのも、そう、私もそう思った。重いよ。何これ。すごい、なんかいっぱい頭の中の脳みそになんか、うん、金とか、こうなんか、こう、負の単語だけバババババって出たんですけど、はぁって今、ちょっと罠が分かりました、これで。そうだね。はい。まず今ちょっと小手調べということで。小手調べで。はい。じゃあ行きましょう。私がまだ考えめくりますね、はい。はい。行きます。はっ。プロポーズの言葉。え、愛してるよ。味噌汁作ってくれ。アウトー。忘れるんですか。じゃあ続けて。あばあばするね。行きましょう。はい、どんぶり、ど、え、カツ丼、牛丼、せーダメかー、ダメかどんぶりっていきなり言われてるのか、どういう、何それ、陶芸家の名前ですかとか、どういうことなの。私、アンパンに出てくるあの、あの映像が。天丼マンとかね。スーパーって急に愉快な人が脳裏に浮かんで、ちょっとびっくり、びっくりしましたね。いやー、汗かぶー、これちょっと難しいね。やばい。やばいですね。ドッキドキするよ。ドキドキします。はい。はい、では、はい。じゃあ、はい。焼き鳥、手羽、つくね、アウトあってなるな、やっぱり。ありますね。ああ、怖い怖い怖い。では、では。まだいける。はい。あ、はい。眠気覚まし。え、叩く、つねる、アウトー真剣。すごい、もうやばい。すごく真剣。ただ別に叫ばなくてもいいんだけど、うわーってなるよね。うわーってなります。まだいけ、あ、ちょっと、めくる順番変えません？わかった。変えましょう。わかった。じゃあ私、いきますね。はい。めくる方をドキドキするね。それもドキドキしますね。はい。じゃあ、いきます。ディズニーランド !C! え、ランド !C! ってそっちで来ると思って。びっくりしちゃった。え、ほら、もっと、ほら、プーさんのハニーハングとかさ、乗り物ね。そう。
ちょっと、敷き詰めちゃった。もうランドしかないじゃん。どっち、どっちだってよかったけどね。ダメでしたね。ダメでした。ちょっとドキドキするわ、ドキドキする。じゃあ行くよ。赤ちゃん言葉デキューバブーセーフダメセーフダメ愛よとかあーダメですかマンマとかあ、そうかバブーとか言っちゃった。うわ、難しいな難しいもうちょっと7個のためにもう行くよちょっとはいお刺身マグロタイアウト今もうマグロって思ってたから、あ、それやばいどうしようとか。あ、そうかじゃあ、もう一個くらいいけるくらい。行くよ行くアイドル松田聖子 AKB! アウトどんどん行くよ行くよアメリカ合衆国自由の女神ミシシッピセーフ国がでかいよ何これアメリカ合衆国わかんない。わかんない。あ、定番か。そうか、定番ですね。なんでミシシッピって言っちゃったのかわかんないけど。ミシシッピが定番なのかわかんないけど。じゃあ、まだいくよ。夏休みの宿題絵日記ドリルアウト今で6個。じゃあ、もう1個いくよ。行きましょうか。はい。お母さんに怒られること。え、遅刻。お金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 周りも怒られて使いすぎるなと。使いそうだもん。あー。じゃあ、もう行こうよ、ちょっと待って、私めちゃめちゃ。って言って。かき氷あ、いちごメロンアウトあー、いい感じじゃない、もう。じゃあ、もう行こう、行こう、行こう。どっちも待って、複数ボンに変えるやつ。犬も歩けばボンに当たる。せーもうダメだ、ことわざの鬼にならないよ。まだいける、まだいける。課金。デートで行くところディズニーランド映画館アウトいいね、いいね、いいね。新記録目指していこう。いきますか。あ、調味料調味料醤油塩アウトよし、行きます。弦楽器バイオリンチェロアウトあいいんじゃないいいんじゃないあともう一個あるよ。あ、最後めくりますじゃあ最後 、はい、めくるよ。美少女アニメなのはラブヒナせーわかんないよ。わかんない。いっぱい美少女いっぱいあるから。美少女はい。というわけで、スマギャン的ゲッツをお送りいたしましたが。はい。汗かいたね。10個取れた。ゲッツ10個だって。やったー新記録達成楽しい、これ。いいね。これ、すごい脳トレになるんじゃない？やりました。真剣にやりましたね。ね達成化されました。はい。すごい集中力だったと思いますよ。いやー、これはちょっと、また何かでね、ちょっとやれたらいいなと思いますけども。楽しいですね。はい。以上、スマギャン七福神でした。元気にしてる元気だよ墨田区から汗ベタベタでやってきたそのからちゃんでよちょっと、嫌だな。あんまり近くにならないでもらえます。月屈指と守備妨害はギリギリのラインだよねそうだね。やっぱり野球選手といえばポンセだよね。髭の代名詞って言ったらスーパーマリオかポンセだもんね。えさーて、来週のスマギャンは、ののちゃん落ち武者ヘアーでエキストラだよしないよお楽しみにないない